渡辺明、渡辺明、渡辺明、1984年4月23日体は、将棋騎士。タイトル通算獲得数は、歴代5位で、衛星竜王、衛星企王の資格を保持。初始はバレモンカ。騎士番号235、東京都葛飾区出身。生学院中学校、高等学校出身。小学校1年生の頃。 天五段の父に教えられ、将棋を覚える。1994年、小学4年、出場時は3年で、第19回小学生将棋名人戦優勝。小学生将棋名人戦で、4年生での優勝は、史上初であった。その後、複数名の例がある。同年、初子はバレン科で、奨励会を受験し、六級で入会。奨励会入会試験では、 木村さゆり6級、現、竹部さゆり女流と対戦して勝利したが、この対局は互いに極端な早指しで2分で終わった。1年で2級まで昇級し、1級で足踏みをするも、初段、2段を、それぞれ1年で通過し3段リーグ入り。中学、進学時には、このまま行くと3段リーグと、高校受験がかぶって、大変なことになると考え、それを避けるために、 中高一貫校を受験しようと決意。同門の三年先輩である宮田厚が通っており、将棋に理解がありそうという理由で、生学院を選んだ。中学、高校時代の同級生に宮沢里氏、ジグザグジギーがおり、中高の六年間ずっと隣の席だった。中学三年であった二千年三月、第二十六回三段リーグで十三勝五敗の一位と、 なり、同年4月に15歳で4段商談、プロ入り。加藤ひ文、谷川浩二、羽生義晴に続く、史上4人目の中学生騎士となった。なお、川口俊彦は渡辺を、奨励会時代から高く評価していた。2002年度の第61期順位戦 C 級2組で、9勝1敗の成績を上げ C 級1組へ昇級。二千三年九月、 第51期王座戦で、史上3番目の若さ、19歳でタイトル挑戦者となり、機会のトップである、ハブヨシハルに挑んだ。第3局までで、渡辺の2から1でハブを角盤番に追い込んだが、そこから2連敗しタイトル獲得には至らなかった。この活躍により、将棋大賞の新人賞を受賞。第44期王位戦、リーグ入り、1から4、 2004年、第17期竜王戦の4組で、阿久津地から橋本隆則、塚田康明を破って優勝し、本戦トーナメントに進出。本戦トーナメントでは、森慶に、谷川浩治、屋敷信之に勝ち、挑戦者、決定3番勝負では、森下拓を2から0のストレートで破り、無敗の10連勝で挑戦権を得る。そして森内俊之竜王との、 第17期竜王戦七番勝負でフルセットの末に勝ち2004年12月28日、名人と共に将棋界の二大タイトルの一つである竜王位を若干20歳で獲得した。4組から竜王挑戦しダッシュに成功したのは藤井岳以来二人目である。また20歳でのタイトル獲得は屋敷18歳、規聖、ハブ19歳、 竜王に次ぐ、史上三番目の年賞記録であった。なお、竜王ダッシュの前々日には、渡辺を追ったテレビのドキュメンタリー番組、毎日放送制作、TBS 系、情熱大陸が放送されている。2005年11月30日、第18期竜王戦、第4局で、木村一期の挑戦を4勝0敗のストレートで、尻溶け初防衛、史上最年少9段。 21歳7ヶ月となる。第13期、2005年銀河戦で森内を撃破し、タイトル戦以外の全騎士参加期戦で初優勝。さらに、第36期、2005年度新人王戦3番勝負で千葉幸ちに連勝で破り優勝。この年度は41勝を挙げ、将棋大賞の優秀騎士賞、新説と最多勝利賞を受賞。記録部門での受賞は、 これが初。第46期王位戦でリーグ入り。この時の赤組リーグでは渡辺を含む4名が3から2の同率主位となり、プレーオフが開かれ、1回戦で、屋敷信之に勝利するも2回戦で、千崎学に敗れ、リーグも、陥落となった。2006年3月、初めて NHK 杯、2005年度の決勝に進出。相手は、 丸山忠久ひさであったが惜しくも敗れる。この将棋は、渡辺の先手となったが、初手は、非常に珍しい3、六歩、袖飛車先方であった。局後のインタビューで、決勝戦なので一発派手なことをやってやろうかとと、語った。また、63手目3、3K なりと捨てた手についても、見せてみようかと思ってと語る。第64期順位戦 C 級一組を八勝2敗で、 B 級二組に昇級。第19期2006年度竜王戦はフルセットの末佐藤や光の挑戦を退けて防衛に成功2006年12月21日藤井武史と並んで最多大記録となる竜王位3連覇を達成した。この竜王戦では第1、2局で連敗し第3局も途中まで劣勢に追い込まれていたが 終盤でまるで作ったような逆転の一手、本人百124手目7九角があって、逆転勝ちした。これで7番勝負の流れが変わり、続く第4、5局も勝って3連勝とした。第6局では、渡辺の初手7六歩に対し、佐藤が2手目3二金と刺し、渡辺を挑発した3二の金は、相手が不利飛者の場合には適さない位置とされるため、 二手目、三二金は一飛車党の騎士に対し、振り飛車もさせるかと挑発する意味がある。渡辺は、この挑発に乗って不慣れな、振り飛車を刺して負け、勝負の行方は、最終局に持ち込まれる。そして第七局で、佐藤は、またしても二手目三二金を採用したが、今度は、渡辺は、挑発に乗らずやぐら、相飛車になり、渡辺が勝利して、竜王位を防衛した。 47期王位戦リーグでは赤組で4から1の成績であったが赤組プレイオフで敗退。2007年3月21日大和賞券ハイネット将棋の特別対局で第16回世界コンピュータ将棋選手権優勝のボナンザと対局し112手で勝利。この対局の直前に渡辺は珍しく震えていたという2007年の NHK 将棋講座で講師をした際、番組中で明かした。この年、将棋大賞の関東賞を受賞した。第65期、2006年度順位戦 B 級2組を10戦全勝で、終え、2期連続昇級で B 級1組へ昇級。第15期、2007年銀河戦、決勝戦で、森内敏幸を139手で下し、2年ぶり2回目の優勝。 同年、第48期王位戦では4から1で、白組プレイオフを制し、挑戦者決定戦に進出したが、深浦光一に敗れる。同年、第78期規制戦で、竜王としてようやく初めてのタイトル挑戦者となるが、佐藤や光に1から3で敗れ2冠を逃す。一方、第20期、2007年度竜王戦では逆に2年連続で、佐藤の挑戦を受け、 4から2で防衛に成功し、竜王戦の連覇新記録となる竜王クライ4、連覇を達成。佐藤とは、互いに、自分のタイトルを防衛、連覇し合う結果となった。この竜王戦、第6局では、前年に引き続き、後手番となった佐藤が、渡辺の初手7六歩に対し2手目3二金を採用。渡辺はこの竜王戦の前に、将棋世界の、 イメージと読みの将棋感の中で、この手に対しては中飛車で刺せば、先手がいい。今度刺されたら、中飛車にしますよと語っており、その予告通りに、渡辺は飛車を中央に展開。その結果、佐藤も飛車を中央に振って、相中飛車の力戦となり、最終的に渡辺が勝利した。2008年8月24日、第2回ネット将棋、最強戦の決勝で、 鈴木大輔を破り優勝。2008年、第21期竜王戦七番勝負で、竜王通算6期の羽生義晴を挑戦者に迎え、勝者が初代衛星竜王となる、注目の七番勝負となった衛星竜王の条件は、連続5期、または通算7期。渡辺は、第1局から3連敗したが、第4局では、両者共に、 入玉模様の壮絶な終盤戦を制した。続く、第5局も制し、第6局では、阿久津竜宮戦矢倉で荒手を繰り出して完勝第7局も、第6局に続いて渡辺が、阿久津竜宮戦矢倉を採用したが逆転に次ぐ、逆転となり、最後は一分将棋を渡辺が制して、第4局以降の4連勝で、竜王戦5連覇を達成した、この最終第7局で、 将棋大賞の名局賞をハブと共に受賞している。七番勝負のタイトル戦での三連敗四連勝は、将棋界では初めての出来事であった9ヶ月後の王位戦でも深浦光一が達成。これによって渡辺は竜王在位連続5期となり、初代衛星竜王の資格を取得。現行の三段リーグ出身者として初の衛星称号を得た。 渡辺が衛星竜王の資格を得るまでに獲得したタイトルは竜王のみであるが、一種類のみのタイトルの獲得で、衛星称号を手にしたのは、名人戦以外のタイトル戦がなかった時代の木村、吉尾に続き二人である。複数種タイトルがある中の一種類のみは初である。なお、五年の間に他のタイトルを獲得せず、機械最高峰。 賞金額も最多のタイトル一つだけを獲得5連覇して衛星称号を得たケースは囲碁界にもあり藤沢秀幸が規制戦囲碁において5連覇で名誉規制の称号を獲得している最終的に6連覇第1期1977年から第6期ただし藤沢の場合は規制獲得の前に名人や王座の獲得歴がある 49期王位戦リーグは1から4で陥落。2009年度の第22期竜王戦では、衛星名人の資格を持つ森内俊幸が挑戦者となり、タイトル戦として史上初の衛星竜王対衛星名人資格者という戦いとなったが、第4局、2009年11月25から26日まで渡辺が4連勝のストレートで防衛に成功。 6連覇。そして次年度、2010年度の第23期は、ハブヨシの2年ぶりとなる挑戦を4から2で、返り討ちにして7連覇を、通る、竜王7期も6期のハブを抜いて、歴代単独トップとなった。2009年9月24日、第59期王将戦の2次予選決勝で勝ち、機械随一の難関、定員7名、残留4名である王将リーグに初めて入る。 しかし、この時のリーグ戦では2から4で負け越して、陥落となった。第50期位戦リーグに復帰するも、3から2で陥落。第68期 B 級一組順位戦は、渡辺、竜王、久保敏明、清深浦光一、王位という当時の3名のタイトル保持者による永久昇級争いとなる。2010年2月5日に行われた第12回戦で、 深浦との直接対決を制し、順位戦初参加から10年目、B 級一組3年目にして、ついに A 級昇級を決める。第51期王位戦リーグでは復帰するも、3から2で陥落。2011年1月6日、第36期期王戦挑戦者決定戦、第2局において、広瀬明人を大いに勝利。敗者ゾーンからの2連勝で、 久保への挑戦権を獲得したが、1勝3敗で、ダッシュはならなかった。2月17日、第60期王将戦リーグ残留決定戦では、三浦博之を破り、王将リーグ初残留を決めた。7月、第59期王座戦挑戦者決定戦で、久保俊明を破って挑戦権を得て、9月27日、3から0のストレートで19連覇中のハブ王座を、 下し初の王座を獲得。初めての複数巻となり、規定により、序列1位となる。また、第19期銀河戦において、糸谷哲郎を下して4年ぶり3回目の優勝。12月2日、第24期竜王戦で、丸山忠久を4から1で下し、竜王戦8連覇を達成した。そして、渡辺が勝利した第24期竜王戦、第4局で、 名曲賞を受賞した。一方で、第32回 JT 将棋日本シリーズで決勝戦に進出するも、ハブに敗れ準優勝。第61期王将戦リーグでは4から2で残留。2012年、第61回 NHK 杯テレビ、将棋トーナメントでも、渡辺自身、鬼門と語っていた、準決勝で久保を破ったものの、 決勝で4連覇を目指したハブ1 4 7手で、敗れた。第53協議戦リーグに復帰し、5月に、白組優勝するも挑戦者決定戦で、藤井武史に敗退。10月3日、第60級王座戦、第4局で、戦日手差し直しの激戦の末、挑戦者のハブ日韓に敗北を喫し、1から3で、初めてタイトルの防衛に失敗する。これに伴い、 岸序列も2位に交代した。なお、渡辺が最終的に敗れた第6十強座戦、第四局で、千日手局、差し直しつぼねともに合わせて、名局賞を受賞した。11月26日、第62期王将戦リーグでハブを破り、第55期の佐藤康光以来7期ぶりに王将リーグ全勝となり、佐藤康光王将への挑戦権を得た。 11月29日、第25期竜王戦で、丸山忠久を4から1で下し、竜王戦9連覇。2013年1月7日、第38期竜王戦挑戦者決定戦で、羽生義晴を下し、2期ぶりの挑戦権を獲得。2月9日に、準決勝で、羽生、決勝で、菅井達也を破り、第6回朝日杯将棋オープン戦優勝。月日、 第62期王将戦で佐藤康光を4から1で下し、初の王将位を獲得。同月17日の NHK 杯では羽生義晴を破り、5連覇を阻止したと同時に自身初優勝を果たした。同月24日、第38期期王戦で郷田正隆を3から1で下し、初の期王位を獲得。史上8人目の三冠となった。 2012年度の将棋大賞で自身初の最優秀、騎士賞を受賞した。2013年4月26日、第84期棋聖戦挑戦者決定戦で、郷田正隆を破って挑戦権を得るも、結局1から3で、羽生義晴規制棋聖に敗れた。11月29日には、森内俊之名人に1から4で敗れ、竜王位室官。歴代最長である、 中央位連覇は9期でストップした。しかし、第39期起王戦では、挑戦者の三浦博之に3から0でストレート勝ちして、2連覇を達成。第63期王将戦でも、挑戦者のハブを4から3で破り、2連覇を達成した。2014年2月7日に、日本将棋連盟が発表した、2013年獲得賞金、対局量ベスト10で、 1>, 1億255万円で初の1位となり、ハブは16年ぶりに1位から陥落した。第22期2014年銀河戦で決勝戦で松尾歩を破り3年ぶり4回目の優勝。2014年11月16日に第35回 JT 将棋日本シリーズ決勝戦でハブを破り初優勝を果たした。また、第40期期王戦では、 挑戦者のハブ義晴に3から0でストレート勝ちして、3連覇を達成。しかし並行して行われていた第64期王将戦では、起王を奪った郷田正隆に3から4で敗れて、王将位を郷田に奪われ、起王のみの一巻に交代した。第73期永久順位戦では、渡辺明、広瀬昭人、久保俊明、舐め方正二が、共に6勝3敗で並び、 初のプレーオフへ進出できたが、久保に敗れて名人への挑戦権を得られず、2014年度を終えた。2015年から始まった第一期、秋田王戦には参加しなかった。2015年9月5日に開催された第36回 JT、将棋日本シリーズ2回戦で、なめ方正治と対局し、同期戦史上最長の297手を記録した。 上道期戦史上初の勝利になったが、同日中に差し直しつぼねが行われ、渡辺が勝利した。2015年9月14日、第28期竜王戦挑戦者決定戦で、長瀬拓也を破り、戸谷哲郎竜王への挑戦権を獲得。渡辺にとっては初めて後輩と戦うタイトル戦となったが、4から1で3期ぶりに竜王に福井式王と合わせて2冠となる。 続く第41期期王戦でも、挑戦者の佐藤天彦を相手に3から1で、防衛して4連覇を達成た。なお、渡辺が勝利した第41期期王戦の最終、第4局で2015年度の名局賞を受賞した。2016年、第2期、明王戦に不参加、2期連続2回目の欠場。第29期竜王戦では、将棋ソフト不正使用疑惑によって、 シリーズ開幕、10月15日の直前の10月12日に、挑戦者が、三浦博之から丸山忠久に編され、12月22日、丸山を4-3で下して、防衛に成功、連覇。2017年3月27日、第42期起用戦、第5局で勝ち、千田翔太の挑戦を3から2で退けて、起用を防衛し、5連覇。 ハブヨシハル以来22年ぶり、史上2人目の衛星起用を獲得した。衛星起用の条件は、連続5期のみなので、他の衛星称号に比べて獲得が難しい。複数の衛星称号を獲得した騎士は、大山康晴、中原誠、ハブヨシハルに続いて、史上4人目。2017年12月4.5日の第30期竜王戦第5局で、 羽生よしに敗れ、1から4で竜王を出感し、起用のみの一冠となった。2018年3月2日、第76期準位戦 A 久11回戦で、三浦博之に敗れ、4勝6敗の成績となり、8期連続在位した A 久から B 級一組へ高級した、なお第76期 A 久準位戦は11人で、争われたこともあり6勝4敗が6人出る。稀に見る。 激戦、5勝5敗の深浦や、三浦でさえ7位8位だった。2018年3月30日の、第43期起用戦、第5局で勝ち、長瀬拓也の挑戦を3から2で退けて、起用を、防衛、6連覇。7月27日の、第66期王座戦は2015年の第28期、竜王戦以来約3年ぶりに挑戦者、決定戦まで進出する。 斉藤慎太郎に敗れ挑戦はならなかった。11月18日の第39回将棋日本シリーズ JT プロ公式戦決勝戦で菅井達也を破り、2度目の優勝を果たした。第68期王将戦挑戦者決定リーグでは糸谷哲郎、広瀬明人と4勝2敗で並び、糸谷とのプレーオフが行われることとなり、12月3日プレーオフを制し、 久保敏明への挑戦権を獲得した。前述の通りタイトル挑戦は、第28期竜王戦以来となる。は、現在の第2位。登場、連覇のは、歴代最多記録。他の騎士との比較は、タイトル獲得記録。将棋のタイトル在位者一覧を、参照。2017年度記王防衛まで。竜王戦と順位戦のクラスは、将棋騎士の在籍クラスを参照。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。